はい、どうも、タクタクです。ひとみさき、続きやっていきましょう。どこ行くん？もう少しフラフラするんだけど。森、用はない。森とかもあるんだ。なんか、ね、物語終盤とか、森に逃げ込むとかあるのかな？こっちは国道。警察のとこに行っても、あれですね。どこ行けばいいのかな？金髪、姉子と金髪はどこに行ったんだろう。どんなツアーかっていうのも気になりますね。ヒロの家に、アホヒロの家じゃないわ。田中商店。田中商店。あ、なんかいるよ。今、写真撮られました。ん？と不意にカメラのシャッター音らしき音が聞こえた。あ、やば。太った男。やべ。何やら慌てた様子の男がいる。あ、ちょっと。だが、ななみの反応が少々おかしい。まさかこいつがななみが言ってたやつか。いや、これはその。今、何したんですか？ごめん、違うんだ、その。まさか、ななみはどうも困り果てた様子だ。おい、ヒロ、こいつも知り合いか。ああ、加藤風太ってやつなんだけど、結構最近引っ越してきたんだよ。あんまり街では見かけないんだよな。こいつが加藤だったのか。ごまかしてる。携帯で盗撮しようとしてシャッター音が鳴ったのか、被写体は、まあ、ナナミなんだろうな。ナナミの反応からするに、今まで少々心当たりがあったような感じだ。今の写真撮ってたんですかね？ちょっと風景を。嘘ですよね？じゃあなんでいつも私の周りばかり？たまたまだよ。証拠もないでしょ。でも絶対私が写ってますよね。消してもらえませんか？だって風景撮ってるだけだし、君が映ってても君がたまたま入っただけだから。そんな。七海が俺の方を見る。どうやら助けを求めてるらしい。しょうがないな。ちょっといいか。七海を押しのけて前に出る。誰だよ。七海の昔の連れだ。なあ、七海が映ってるやつだけでも消してくれよ。関係ないだろ。消すのも残すのも俺の自由なんだから。消さないんだな。当たり前だろ。俺の携帯に入ってるデータなんだから、俺の自由だし。そっか、そりゃそうだよな。俺はおもむろにポケットから携帯を取り出す。何すんの？通報。はあ？だってこれ盗撮だろ？犯罪じゃん。普通に通報すりゃいいじゃん。やめろよ。加藤に携帯を持ってる手を掴まれる。うるせえな。風景撮ってるだけなら平静にしとけよ。やましいことなんかねえんだろ？出てこなかったら名誉毀損とかで訴えていいから。何も出てこなけりゃいいな。最大級の笑顔を作った。クソ野郎が。お前やクソ野郎は。悪態をつきながら加藤は去っていった。結局消さなかったんやん。なんだよあいつ。俺がいない間にあんなの引っ越してきたのか。七海が最近たまに不安そうな顔してんのってあいつのせいだったのか。匠ありがとう。タグ、嫌ならさっさと通報すりゃいいだろう。何のための警察だよ。それはそうなんだけど、次は助けねえからな。もう昔みたいに俺に面倒ごと押し付けるなよ。うせえから。そんな無理だよ。私にそんな度胸ないよ。おいおい、匠、そういう言い方はないだろう。いいじゃんか、七海は俺らより一つ、あ、やっぱ下なんだね。下なんだからさ。お前昔と比べて冷たくなりすぎだよ。もっとまともにさ。何なんだよ。冷たくなったって何なんだよ。なんだよね。お前ら俺をどういう風に見てるんだよ。お前らの中で俺は昔のままかもしれないけどよ、あれからもう何年経ってると思ってるんだ。それ昔は年下の七海の面倒は見てたさ。だけど今はそれを続けろって。ふざけんなよ。そんなのは親に言え。俺は知ったこっちゃねえんだよ。俺が言うと七海もヒロも戸惑った表情を見せる。いや、別にそんなつもりで言ったわけじゃ。ごめん、そうだよね。匠には関係ないもんね。ああ、それに俺はもうこんなことは関係なくなったんだ。こんなことは関係なくなったんだ。あ、こことはね、読み間違いがひどい。親戚も昨日死んだしな。だから今回の事件が一段落すれば、もうこの町から出ていく。いる理由はなくなったからな。出ていくって、それからどうする気なんだよ。さあな、今それを考えてるんだ。
七海の面倒ごとに関わってる暇なんかねえんだよ。ごめん。もう泣いとるやん。七海は下をうつむいてしまった。心なしか少し泣きそうになっているように見える。はあ、つうかヒロでいいだろうが。俺じゃなくてヒロに頼めよ。ああ、いや、それもそうだな。なんで思いつかなかったんだろうな。わざとらしいな。ま、俺に押し付けた理由も大体わかってるんだけどな。ただ、今の俺はそんな場合じゃないんだよ。じゃあ俺は行く。一応ここにいる間はそこの民宿に泊まるから。警察に何か聞かれたらそう言っておいてくれ。あのババアの家も使うことはできるかもしれないが、あんな家には正直もう帰りたくなかった。人も死んでるしな。そのババアが死んでるとこだしな。ね、化けて出るかもね。じゃあな。まあ、匠もいろいろあったってことですよ。そうして俺は七海たちと別れた。そしてその後、昨日の北村刑事から呼び出しがあり、事件の現場検証と事情聴取の続きに付き合わされることになった。なるほど。またここに来てしまった。本当はもう見るのも嫌なのだが仕方がない。行くか。来てやったぜ。戸塚くんだね。とりあえず中へ入って。あ、なんか置いてある。これなんだろう。音楽が怖え。他は見て回れないのかな。じゃあ、現場検証させてもらいましょう。戸塚くん、来てくれたか。はあ、現場検証の立ち会いですか。まあ、そうなんだけど、あんまり硬くならないでいいから。状況整理みたいなものだしね。ヒロ、岡崎ヒロはいいんですか。あいつも一応第一発見者ですが。まあ、彼はいいんだ。ちょっと都合悪いみたいでね。まあ、とりあえず、現場検証の立ち会いをしてもらうよ。こっちに来てくれるか。言われて例の事件現場へとついていく。その後しばらくは警察の現場検証に立ち会った。内容は事件当時の流れなど一通り確認され、他に変わったところなんかを聞かれたりした。結局現場検証立ち会いの後もまた事情聴取をされてしまい、結構な時間が経ってしまった。そして、今日は協力ありがとうな。ありがとう。おかげで外部犯の可能性がかなり高いことが分かったよ。そうなんだ。はい。それにしても君も大変だね。ご両親に続いておばさんまで。さすがに知ってるのか。そりゃそうだよな。まあ、はい。こんな大変な時にごめんね。今日にはこの家での調査は終わるから、明日からはここに帰っていいよ。いいっすよ。別に俺の家ってわけでもないですから、もうここには戻りません。あ、そうなの？まあ、それは君の好きにしたらいい。ただ悪いが、また今後たまに話を聞きに行くかもしれないから。わかりました。そういえば、宿は近くの民宿かい？ですね。そうか。一人だよね。とにかく犯人はまだ捕まってないんだ。君を気をつけて。はい、では。落ち着いた少年だな。ですよね。立て続けに身内が亡くなったっていうのに取り乱した風もない。取り乱さないくらいたまにいる。ショックで一時的に感覚が麻痺してたりとかな。ただな、彼はあまりに返しが早すぎる。さっきの現場検証の立ち会いや事情聴取の時もそうだ。冷静にはっきりとな。本当に迷いなく返してくるんだ。まるでこういう状況をあらかじめシミュレートしてたみたいにな。それってつまり、あの少年ちょっと気に留めておけ。はい。犯人の可能性もあるよと。どうなんだろうね。息が詰まるような時間だったな。ひどく疲れてしまった。とりあえず民宿に行くか。予約なしだが、一つくらい部屋空いてるだろう。行くか。ダッシュオッケー。イエーイ。ダッシュオッケー。このダッシュオッケーって言われた。あ、誰？1年ぶりの事件。長い沈黙を得て再び悪魔が。悪魔が。見出しはこうだな、ブツブツ。この男マスコミ関係者か。俺のことを知られるとしつこいだろうな。身元がバレる前にさっさと民宿へ行ってしまおう。新聞記者らしき人もうろついている。あ、なんか誰かいた今。正直よく思えなかった。子供たちはもう帰っちゃってますね。あのな感じでなんかどの人にも当たってるようだったらなかなかのねえやばいおばさんですよね。
晩ご飯はどうなんだろう、民宿で出んのかね。田中のおっちゃん、警察の現場検証だったんだってな。だってね、お疲れ様、今日はゆっくり休みだよ。優しいおっちゃんだぜ。こうやって声をかけてくれるのも友達かおっちゃんぐらいなもんだぜ。君はなんとなく分かってたかもしれないけど、純子さんはあまりいい評判はなかったんだ。むしろ恨んでいる人すらいたかもね。お、静かになった。はあ、だから動機だけで言えば、あ、関係ないや、全くないって人の方が少ないよ。なるほど。普通にいっぱい容疑者はいる可能性があるということですね。あ、この人誰？平凡おばさん。そういえば美咲さんって加藤さんにはすごい愛想良かったのよ。加藤さん、私なんて挨拶しても無視されてたんだけどね。加藤さん、加藤さんって誰？あ、加藤さんってあれだ、ブヒヒの人や。写真撮ってブヒャヒャの人や。いいのかな、このまま行って。加藤はどこ？まあまあ民宿に行けばいいのかも。昼の家に行けるとか行けないか。おとなしくじゃあ民宿に行きましょう。まさかここが加藤の家みたいな。すいません、部屋空いてますか？空いてますけど、おかみさん。空いてますけど。って、あら、たくみくん。戸塚たくみくんでしょ？あ、覚えててくれましたか。この人も昔住んでいた頃に多少関わりがあった人だ。どの人も結構覚えてるもんだな。名前は確か浅野さんだ。聞いたわよ、たくみくんのこと。大変だったわね。会う人会う人、このセリフだな。さすがにうんざりしてつつあるな。まあ大丈夫ですよ。それで部屋は空いてますか？ああ、そっか。今家帰れないのよね。いいわよ。今は空いてるから使って。一泊いくらでしたっけ？ああ、いいのよ、いいのよ。お金はいらないかな。え、いやでも、皮肉だけど、今事件のせいで結構人は来てるのよ。マスコミ関係者とかね。ああ、なるほどな。ですが、だとすれば部屋空いていないんじゃないですか？大丈夫よ。今は別館の方も開放してるから。そうですか。ならお言葉に甘えて。この人も世話好きな人だからな。この町はこういう人が本当に多い。なんていうか、どの人も面倒見が良すぎるんだよ。マジで。別の言い方をすれば、愛情が深すぎるとか、そんな感じだろうか。他人ですら家族同然の扱いをする風習がある。そんな感じの人ばかりだ。うん、遠慮しないでね。じゃあ案内するわね。愛ちゃん、案内してあげて。はーい。奥から出てきたのは中学生くらいの女の子だった。あれ、浅野さん、その子は？あ、私の姪っ子です。姪っ子でね、夏休みとかに手伝いに来てくれるのよ。はい、じゃん、かわいいやん。中学生だからバイトできないんですけど、ここならきっちりお金ももらえますから。そういうことか。あ、こっちです。ついてきてください。行くか。急にこう BGM の継ぎ目にある静寂がちょっと怖い。ここがお客さんの部屋です。何かご用がありましたら呼んでくださいです。なるほど、中学生接客やな。とりあえず部屋に入ったものの、マジでここからこれからどうしようかな。今日はこうやって宿泊できたが、いつまでもこんな状態でいられるわけではない。だがたとえ人見先から出たところで、正直どうしようもないというのが事実である。それに一番の問題は足なんだよな。せめてバイクでもあればまだマシかもしれないが、ただバイクでも限度がある。それに原付免許しかない俺じゃ遠出は厳しいな。人見先を出た後のこと全く考えてなかったな。今後の自分の生活を考えれば、ここにいるのが一番楽な道なのかもしれない。知り合いも多いしな。ただ一番の難点は居心地の悪さだ。人見先は俺にとってマイナスのイメージが強すぎる。俺を見るあの哀れな現れみの表情、そりゃ心配してくれるのはありがたいが、ここに住み続けていつまでもああいう気まずさが続くんだと思うと、それだけでゾッとする。そんな状態でここに住み続けるくらいなら、苦労してでもここから出ていった方がマシだからな。実はちょっとは期待してたんだ。ヒルやナナミは普段通りに接してくれるんじゃないかってな。
それがあった瞬間まるで腫れ物にでも触るような態度を取り、さらには昔とは変わっただの、助けてくれだの、ありえねえんだよな。俺はそんなに強くないっつうんだよ。ダメだ、気がめいってくる。風呂でも入るか。ということで、じゃあお風呂に入りましょう。ん、なんか持ってた。あー、バッグか。バッグでもここにあるよ。お茶、テレビ。他に調べてもどうしようもないみたいですね。誰かいる。あ、友よさん。あ、部屋を出ると姉子の姿があった。タク、あんたここに泊まってたの。姉子こそここ泊まってたのか。というか、この町で泊まる場所といえば確かにここしかないか。そりゃこの町には宿はここしかないからね。そうだったな。姉子がいるってことは、あのケンジって男も一緒にいるのか。当たり前じゃん、彼氏だからね。ふーん、今あいつは部屋か。ううん、今風呂に入ってるのよ。あ、せっかくだしちょっと話そうか。あんまりゆっくり話せてなかったしね。ちょっとぐらいならいいか。姉子はあいつらみたいに気を使わないからな。どうせケンジのやつが風呂にいるんだったら気持ち的にゆっくりできそうにないしな。一人で浸かりたいってのがありますよな。ああ、じゃあこっちで話そうか。温泉とか行っても夜中に入りたいもんね、俺も。あんまり人いないし、下手すりゃね、うまくいけばね、誰もいないですから。それにしても懐かしいわね。まあな、俺もこの町に戻ってくることになるとは思ってなかった。そっか、向こうではどうだったの？友達くらいできたんでしょうね。何、黙っちゃって。もしかしてぼっちってやつ？最初はな、スタートダッシュでつまずいたんだよ。あー、都会だと周りは結構無関心だからね。だったらいじめられたりした？それはなかったな。なんつうか、いじめの対象にもならない感じだよ。そう、それはそれで辛いわね。でも高校に上がってからまともな学校生活を送れてたんだけどな。例の事故のせいで。ああ、気が合う友達も結構できたんだよ。今でも心配して俺に連絡をくれるくらいのやつだな。そっか、じゃあタクはここに戻ってきたくなかったの？そういうわけじゃないんだけどな。ナナミやヒロの態度が不満ってわけ？やっぱ姉子は鋭いよな。まあな、あんな風に接してこられるとやりづらすぎるんだよ。でもそりゃ仕方なくない？あんた昔はリーダーだったじゃん。度胸もあって頭も良くて、あの二人を引っ張ってあげてたでしょ。確かにそうだった。昔ナナミは泣き虫でヒロは気弱なやつだったからな。その時のイメージを今の俺に押し付けられても困るんだよ。まあわからないでもないけどね。今はヒロ成長したし、ナナミも妹ができてちょっとは強くなったからね。そういえばヒロも変わったよね。変わったよな。姉子の言う通り成長した気がするよ。何かあったのか？ヒロのお父さんが引っ越したからよ。単身赴任で人見先から出て行ったの。ああ、言ってたな。ヒロ、ちょっとでも悪さをすれば、町のど真ん中でよく怒鳴られてたっけな。あいつ、父親のこと相当怖がってたからな。そういえばあいつの悪い癖、治ったのか。癖？ああ、ヒロのあれね。うん、今は全然よ。多分反抗期みたいなもんだったんじゃない？なんだろう、万引きとか。悪い癖。ヒロは昔少々手癖が悪く、たまーに人のものを盗んだりしていた。マジかよ。それは治ってほしいね。父親には絶対逆らえなかったから、影の反抗期みたいな感じだったんだろう。なるほど、そういうところでみたいなことですね。お父さんよっぽどえぐかったんですかね、怒り方とかしつけとか。俺もいろいろやられたっけな。漫画とかおもちゃとか。まああいつは親父にそういうものを買ってもらえないとか聞いたこともあったから、あいつに譲ってやるつもりで見逃していた。まあちょっとあのお父さんは理不尽なところあったからね。結果的にはこれでよかったんじゃない？人にはそれぞれ家庭環境がありますな。今は顔がすごく明るいから。なるほどな、俺がいない間にいろいろあったってわけか。お、友よ、お前こんなところにいたのか。ん、お前は。よ、ごめんごめん、ちょっと話してたのよ。あ、もしかして心配した？くだらねえこと言ってんじゃねえよ。ちょっと気になって探してただけだ。先に部屋に戻ってるぜ。あと、戸塚匠だったっけか。お前についでに話があるから、あとで部屋に来いよ。え、ああ、いいけど。じゃあ、あとでな。
じゃあ私も戻るわ。ごめんねケンジ。ケンジってば、あ、違うね。ごめんねケンジってば、例の事件のことで今必死なのよ。まあ協力してあげてね。ああ、私たちの部屋はタクの部屋の向かい側だから、向かいだから、じゃあまたね。結局ゆっくりできねえ感じだな。これ風呂に入ったってことでいいのかな。風呂に入った系、どうなんだろう。向かいって言ってたからここでいいのかな。確かここが姉子たちの部屋だったな。入るか。よ、来たな。ああ、まあそこに座れよ。言われるままケンジの向かいに座る。で、話って何なんだよ。今日現場検証やっただろう。その時警察は犯人について何か言ってたか。外部犯の可能性が高いってよ。ん？それだけなのか。ああ、それ以外教えてくれなかった。そうか。ち、やっぱりそう簡単に捜査情報は話さねえか。要はそれだけなのか。ああ、すまなかったな。警察から情報聞いてたらいろいろ教えてもらおうと思ったんだ。聞いていないならいい。そうか。ならもう戻っていいのか。ああ、構わねえよ。ならさっさと戻るとするか。別に俺は去年の事件だかに関わる気はないからな。ちょうど姉子がみたいな。おい、なんだよ。気をつけろよ。メッセージの内容からしてまず事件はこれで終わらないはずだ。何かあれば俺にも教えてくれ。頼む。随分とその去年の事件に入れ込んでるんだな。わかったよ。何かあれば言いに来る。すまねえな。頼んだ。まあ友達が殺されたらな、これぐらいはするかもな。さてと、今日はもうこれで寝るか。殺されたあ殺されたわけないか。犯人に仕立てられてみたいなことだよね。なんか殺されたことになってね。絶対そんなことするやつじゃないっていう確信があるから動いてるわけですよ。ああ、そういえば風呂に入りそびれてたな。とりあえず風呂に入ってこよう。そうだね。はあ、しばらくしたら寝るか。入ってきたってこと？なんか変化あんのかな。もしくはまだ風呂に入ってない。あ、寝るんかい。寝るの？いいの？一応セーブしたけど寝る。だってすることもないですもんね、他にね。就寝しました。はい。第2章か。あ、違う。あ、これ夜っぽいね。お、なんか音。ん？今何か物音がしたような。窓の方からだ。窓の方からだよな。ね、なんとなく窓に近寄って外を覗いてみる。窓には鍵がかかっている。外も何もないな。気のせいか。いや、でも確かに聞こえた。目を覚ますほどの物音だ。間違いはないだろう。まさか。ありえないとは言い切れないよな。今の音はもしかするとこの窓を開けようとした音なんじゃないのか。窓には鍵がかかっていた。でも音を立ててしまって俺に気づかれたから逃げた。ならば今この窓に鍵がかかっていなければ。今俺結構やばかったのか。次に何かが起こるとすれば俺、ケンジが言っていたことがふと頭の中をよぎった。どうなんだろうね。もしかしたら目撃されたかもしれないから消されるみたいなことなんですかね。これマジで気をつけた方がいいのかもしれない。ち、厄介なことになったかもな。とりあえず戸締まりはきっちりして眠ることにした。結構やっぱ図太いですね。こんな状況でも眠れてしまう。うん、目が覚める。結局あんまり眠れなかったな。あの物音の後ちょくちょく目が覚めてしまって、あまり深い眠りにつくことができなかった。いやー、わかるな。でも結構精神がね、研ぎ澄まされちゃいますもんね、あんなことがあったら。クソ、あのケンジってやつのせいで妙に気になっちまうな。結局昨日も今後の予定は何も思い浮かばなかった。とにかく俺はもうこんな街はどうでもいい。一刻も早くこんなところを出て過去を断ち切りたい。ここにいる意味ももうなくなっちまったしな。と、そこで俺の携帯に着信が入る。どうやらまたトールのようだ。どんだけ心配性なんだよ。よ、匠、どうだそっちは。ほんと心配性だな。お前みたいなやつも珍しいよ。それ心配するさ。殺人事件が起きたんだろう。しかもお前の身内ならなおさらだ。なんだよ、俺が死ぬかもしれないとでも思ってるのかよ。なんつーか、ちょっと嫌な予感はしてるんだ。
こいつの嫌な予感ってシャレになんねえな、おい。それに俺はもう友達には死なれたくない。何人も死にましたからね。トールは修学旅行の時にある大きな事件に巻き込まれてクラスメイトの大半を失ってしまっている。その事件があまりに大きすぎて俺の家の火事はあまりに目立たなかった。なんか申し訳ないですよね、こういう時って。マスコミも警察も全部トールのクラスの事件に流れていってたからな。そうか、ありがとな。何かあればいつでも連絡してくれ。相談には乗るからよ。ああ、わかった。マジで困ったらお前を頼ることにするよ。お、任せとけ。あ、それと、明後日くらいにそっち行くから。じゃあな。通話を切られた。マジで来るのかよ。あいつなら本気で来そうだよな。まあいいか。その時はその時だ。さてと。とりあえず支度して部屋から出よう。じっとしていてもどうにもならないからな。一応、一夜一夜で一生が終わるみたいですね。その後、浅野さんが、持ってきてくれた朝食を食べ、簡単に支度を済ませた。行くか。あさってまではじゃあいなきゃいけないってことなんですかね。なんでこの街を出るような感じにはなると思うけれども、あ、っていうかもう、一旦この辺で終わりますか。ちょっと長くなりすぎちゃった、また。いや、結構これハマるな。ストーリーがやっぱりこの方の作品はしっかりしている。はい。というわけで、この続きはまた次回、よろしくお願いします。ではまた。